あの本当はね、あの向こうの端から皆さん、あの私入ってくるはずやったんですけど、なんとマーティーがね、俺ちゃう。マーティーがね、ちょっとあとかうんとかとかやってね、もう金を待ち切り散らしてる間に壊れたみたいで。俺じゃねえよ。違うの。で今日皆さん本当にね、あのお忙しい中来ていただきありがとうございます。ね、本当に人前で歌うっていうのがもうこれ本当に何十年ぶりかっていうぐらいのコロナ禍でもう本当に引きこもってましたけれども、皆さんとこうやってお昼にね、あのお会いできるなら私もああよかったな生きてねって思うぐらいね、脳感染でなんとかここまでやってきました。で今コロナっていうよりもなんか戦争始まっちゃってね、本当に世界戦争にならんかなと思って今ね、そのことで心配しております。今日はね短い時間ですが、皆さんがとても、楽しいなって、今日は来てよかったなって思えるような時間にしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、洋楽ばっかりですがほぼ、ね、聞いてください。ストリートライThank you.
ちょっと年寄りの匂いがしてきた。カレーでした。カレーでした。もうあのね、カレー週間今回実はね、あのゲストとして話をもらった時に、マーフィーさんのバンドでということで、で、ね、トロピカルっていうね、トロピカルジャズバンド、ね、の鈴見さんっていうね、あちらにいられますね、おしょうさんのところへね、いつも練習させてもらいに行くたびにね、おいしいものがね、別の尾崎さんと鈴見さんの手作りのね、料理が出てくるんですね。パン、おいしいパンもね、料理も作っていただいて、私いつもね、食べに行くと、ライブまでに痩せやなあかんねえけど、ねえけど、一つだけなら、それがね、最初からの始まり、ね、そしたらお土産で持ってきなって言うてくれるの、もう、ええのにって言いながら、またそれ、帰り食べながら、で、とうとうね、今回のライブに間に合わすことができなかったけど、ちょっと今はね、こんな感じ、前のライブ来ていただいた方は分かると思いますけど、今こんな感じで、ね、振り子のように振ってますから、はい、でもあと10キロ、ね、また来年に向けて、来年じゃん、来年じゃん、4月、5月までやね、そう、ね、ジャズフェスが、ジャズフェスね、ジャズフェスね、で、それまでにちょっと、また頑張って、明日から走り続けようかなと、人間、走り続けなあかんわ、もう本当にあかんわってな、田舎の人みたいに言うとるけど、もう走り続けやな。なんでももう、時間ないよ、みんな。どうする、ね、私ももうこの年になってきて、もう後ろの人らの、そりゃ年に比べたらね、私はまだまだ若いんですけど。マーフィーさんだってあれやろ、まだ50ぐらいちゃうの。ちゃう、管理こうちゃう。そうなん。いや、知っとるけどさ。おい一応言わなと思って。ね、それでさ、年齢の話になるんやけど、ホイットニー・ヒューストン、そう、今からホイットニーの曲しますよ。私のこの曲やろっていう曲をね、皆さんに頑張ってもらって、はい、ね、このホイットニーが今日聞いた間48歳で亡くなって、そうなの、私と一緒、お年です、ちょうどね、薬で私と同じです、なんでやねでもホイットニーはね、薬ですよ、ナイスバディ、ね、ユートンの話もするけどナイスバディミオト漫才なの、これは私進行一人で進めます、あなたも喋らない、はいねはいね、なので、ホイットニー のこの曲に対してのちょっと説明だけじゃお願いします。グレイテスト、グレイテスト・ラブ・フォー・オールっていうのは、これはホイットニー・ヒューストンが、最後までですね、一番大事にした曲です。で、これね、これはホイットニーの曲じゃないんですけれども、古い1963年ぐらいの曲なんです。これをホイットニー・ヒューストンが、掘り返してきたんですね。で、これは彼女の実は伝記みたいな曲だと、彼女の自伝のような曲で、子供の頃彼女がおばあちゃまやお母さんに連れてって、いわゆるアポロシアターっていうね、アマチュアナイトとか出てって、でだん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 彼女が今大きくなってって、で、この愛に包まれたんですね。グレイテスト・ラブ・フォー・オールって子供たちへの愛ってこれは表現されてるんですけど、この歌詞の中で実は自分の子供たちへの愛、要するに自分自身への愛を歌った曲だということで言われているみたいで、ホイットニーはすごく大事にされている曲です。それを今日はレディー・シノ様が心を込めて自分の幼児期を思い出しつつ、トツトツを歌っていただきますので、どうぞ皆さん。ということでございます。やっぱりね、よく物知りやもんで、私そこまで調べないから、いい曲やなと思うだけやから、ね。じゃあ聴いてください。Greatest Love of All。
じゃあここであのね、私日本語の歌でマーフィーさんのこれやってみたいなと思った曲がありまして、ね、リクエストさせていただきました。もう日本の歌でこれしかないでしょ、マーフィーさんで言ったら。そうですね。電話取ってきた。はい、もしもし、リカちゃんです。あ、どうでしょう、ね、あ、いいです、いいです、どうぞ。そういうのも面白いのでね、どん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 皆さん鳴らしてくださいね。聞こえますんでね。はい、じゃあ異邦人行きましょう。Thank you.
畳の街角をゆらゆらとさまよう祈りの声狐の音歌うようなざわめき私を置き去りに過ぎてゆく白い朝時間横後で言いますんで今フェイントを攻撃でピクって、まあでもほらもうこうやって歌を歌えることって音楽できることって、うん、今すごい幸せなことなんですよ。まあね、本当にウクライナの、ね、皆さんすごく苦しんでやられると思うし、私ももう昨日も家でずっと怒っとった。なんでやと、もう命をかけてまで、命を無駄にさしてまで守るものって何って思うんです。本当に私がここへね立つ人やから、これを言えることやから今言おうと思っとるけど、あの本当に命ワン、お、ええー、なー、ええー、言葉ワンって言ったね今命ワンワンって言わへんだね。本当に命をなんかね、もう何やと思っとんやんって今思ってます。すごくね TikTok とかで上がってくるライブ中継とか見てるとね心が痛くなってね、でも心が痛くなってる分何かできるに違うかと、やっぱりそういう戦争はいかんということをね発信していくっていうことができる、あのステージ立つ人間はできるやろうなと思っとるしね。今日はだからね、もうコロナもそうですけれどね、もうコロナにちょっと飽きてきたので飽きたらかんけどね、本当に戦争がね一日も早く終わりますように。そしてね、あの今悩んでる方たち、そして苦しんでる人にもこの曲が届けばいいなと思っております。 Saving All My Love。No, I'm not.
次ね、ちょっと告知だけさせてもらってよろしいですか。あ、どうぞ。3月20日、最近物忘れひどいんですけど、3月20日にポケットパークさんっていう三井アウトレットパークじゃなくて三井発祥の地さんでね、ちょっと王将ポケットパークそれそれね、そこで、私がカラオケでちょっと歌うっていうやつがあります。お昼だと思います。あとね、4月24日はさあ皆さん何の日、ね、ジャクソンパーティー、そう、私がアフロの、ね、アフロに扮して、私の大好きな、ジャクソンパーティー、いろいろやります。今回はね、ちゃんと本当に、1部、2部、3部ってありまして、2部はちょっと面白い系でやってますんで、松坂のマクサで、ね、またありますので4月24日皆さん覚えておいてください。ありがとうございます。じゃあ5月7日、そうジャズフェスね、応募して始まったの、もう始まった、登録されました。5月7日このフレンドシップさんと一緒にまた出演させていただきます。2のジャズフェスですね、ね、また時間ある方はぜひ来てくださいね。今回ねリクエストがたくさんありまして、その中からオールバイマイセルフっていうセリーヌ・ディオってセリーヌ・ディオンさんがカバーしているオールマイバーセルフをやろうかなと思ってるんですけど、そのリクエストをしてくれたその当の本人はここにおらず、ね、悲しいですけれどもね、いませんので本当にね、ただもうこれ難しいよね。難しいね。もう本当に皆さん息ぴったり合いながら最後まで頑張りましょう、ね、本当に今日はありがとうございました。イエーイ。今日はイベントシップの皆さんでした。ありがとうございます。オールバイマイセルフ。先生、はい、その前にちょっと告知。はい、あ、告知どうぞ。すいません、うちのフレンドシップのあれでは終わりますという時に残業コールがですね、皆さん必須でございますので、必須でございますので、終わったら必ず残業という形でお声をかけていただかないと用意してある曲ができませんので、一つよろしくお願いいたします。不必要お願いいたします。では、気を取り直して、はい、自分一人でオールバイマイセルフ、オールバイマイセルフ、はい、はい、あ、そうやな、そういうこと上の風なんて I never need it
Making love just for fun. So dead is gone. Living alone. I think you are the friend alone. When I die of telephone, nobody's home. Ba 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 ba
Do it now!